はい、どうも、ヒアレです。どうも、ガイです。今日なんですけども、はい、ハフとナイキ SB ダンクローなんですけども、はい、じゃあ、スニーカーズの方にね、一度は出てたんですけども、はい、なんかその後ちょっと様子が変わったそうなんですよ、ね、いうことで、あれっていうね、はい。はい。まあ、今日はそのあたりでお話ができたなというところと、その他リーグ情報がいくつかあるんですか、はい、そうなんですよね。来年の5月頃に発売されるんじゃないかって言われてた、うん、スパイダーバースありますよね。あれね。そうなんですよ。はい。エアジョーダン1俳優陣の新作の、うん、実物のリークが出てきているんで、ちょっと僕びっくりしました。そうなんですよね。まさかと。そうなんですよ。その辺やりたいのと、あとちょっと気になるね、ニューバランスの新作のスニーカーがあるんで、うん、それをご紹介させてもらいたいんですけど、はい。はい。このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が見れない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ早速なんですけども、ね、リーグ情報からいきましょうかね。はい、はい、エアジョーダン2ローのチェリーウッドの情報が出てきてるというかね、はい、こちらは2023年のナスじゃないかっていう話が出てるんですね、はい、そうなんですよね。まあ、はい、以前からエアジョーダン2ローのチェリーウッドの方を紹介させてもらってるんですけど、うん、持ってらっしゃる方の投稿であったりとかご紹介してる中でですね、うん、ヤンキーキックスさんの方が、まあ、チャグドを、ね、投稿してくれてたんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ちゃんとねヤンキーキックスさん今回ホワイトソックスにバーガンディーのようなカラーのワンポイントのデザイン合わせてきてるんですよ、まあ、色を本当に合わせてきてる感じですよね。そうなんですよ、はい。まあ、エアジョーダン2のこのチェリーウッドっていうのはもともとね来年の春頃じゃないかって言われてたんですけど、延期の情報が出まして今夏っていうになってるんですよね、はい。以前にも話させてもらってるんですけど、エアジョーダン2ローの OG のバーシーレッドのカラーの部分をこういったバーガンディのようなカラーに置換してるようなモデルが発売となってしまったんですけど、うん、本当そんな感じなんですよね。そうですね、はい。ただこの AJ2 のチェリーウッドに関しては AJ2 ローのサイドパネルの部分に見られる爬虫類の皮膚感を落とし込んでいるようなテクスチャーの加工されているレザーではなくて、今回これちょっと毛足の長めの、まあ、グレーのカラーのようなステードなんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。まあちょっと正面の写真にあったりとか、かかとから写ってる写真とかあるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、まあシンプルでいいなと思いましたけどね。そうですね。はい。はい。まあうろこっぽさみたいなのがなくなっちゃった、ね。ああ、そうなんですよね。はい。来年っていうのは、エアジョーダン2がいくつか発売されるんですけど、エアジョーダン2ローで、まあこういったチェリーウッドって言われるカラーの、感じで結構他のカラーも来るんですよね、これね。多分いろんなカラー来ますよね。UNC カラーって言われるカラーのモデルであったりとか、出るって話があるんですけど、うん、おそらくちょっとこれ似た感じになるんじゃないかなと思われるんですけどね。まあ、ヤンキーキックさんもこれ、赤色を他の色変えるだけで。ああ、そうですよ、ね。はい。ただこのチェリーウッドいいっすね、これね。中に落ち着いてて使いやすそうですよね。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン2のこちらはね、ローではなくてハイの方になるんですけども、はい、OG のシカゴですね。そうなんですよ、ね。こちらは12月30日発売予定で、情報ずっと出てきてたんですけども、はい、続報出てきてるんですか？続報と言いますか、持ってらっしゃる方の投稿で、うん、新たな写真が出てきてるんで、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、ブラックパンツに12月30日発売予定の AJ2 の OG のシカゴを合わせてる写真なんですよ。はいはい。はい、これに関してもともと10月の22日に発売されるんじゃないかっていう情報をやらせてもらってまして、うん、で延期になって12月の30日っていうふうに以前がやってるんですけど、うん、前倒しの発売って結局来なかったですね、これね。なかったですね。はい、実は11月ぐらいにゲリラで発売あるんじゃないかなってちょっと期待してたんですけど、うん、来なかったですよね、これね。そうですね。もう12月に入ってしまったので、まあ、日本の発売の情報っていうのはまだできてないんですけど、まあ、フルファミリーサイズの発売で、ナイキの方からこう写真が出てきているんで、まあ、年内に発売されると思うんですけどね。はい、あ。おそらく後半に発売来るんじゃないかなと思われるんですけど、今のところ12月の30日じゃないかということで、ずっとやらせてもらっているんですけど、これ欲しいんですよね、これね。はい。これボックスを、ボックスに関してなんですけど、オリジナルのボックスをそのまま忠実に再現しているボックスになっているんですよね。なるほど。はい。で、入ってらっしゃる方の写真見てもらったらわかると思うんですけど、リングマークの入っているハングタグが付いてるんですよね。あ、そうです、ね。そうなんです。これ欲しいんでね、ちょっと年内発売されたら、定価でぜひとも書いたらいいなと思うんですけど。もうなんか、なんとなくなんですけど、はい、エアジョーダン2は、楽勝で買えそうな気がしてるんで。だったらいいんですけどね。そうなんですよ。結構余ってるね。余り気味ですよね。はい、そうなんですよ。余ってることがあるんで。なので、まあ、問題なく買えるんじゃないかな。ストレートにこうね、書いたらいいなと思うんですけどね。まあ、またね、ストック数とかね、情報できましたら、こちらで紹介できたらなと思います。はい、
続いてなんですけども、エアジョーダン1ズームコンフォートのバレンタインズデーですね。はい。これが2023年の春予定というなんですね。そうなんですよね。バレンタインズデーっていう通称の名前がついているので、うん、おそらく2月じゃないかなと思われるんですけど、はい。ただちょっとね、この写真ね、見てもらったらわかると思うんですけど、これ以前に紹介してるんですよね。ああ、そうですね、はい。はい。このズームコンフォート2の以前はレッドベルベットっていうふうな通称の名前で紹介されてもらったと思うんですけど。あ、こんな名前でしたね。はい、これ。本日付で海外のスニーカー系サイトを見ると、はい、バレンタインズデーって書いてあるんですよ。あ、そうなんで、はい、で、なんでかなと思ってたんですけど、うん、ちょっとさっきインソール見てもらいたいんですけど、インソールにハートのマークが書いてるのわかります？そうですね。そうなんですよ。はい。来年の2月頃にナイキの方から新作で、バレンタインズデーっていう通称の名前が付いているスニーカーが、いくつか発売されるんですけど、その一つみたいなんですよね、これね。あ、そういうことだったんですね。はい。ズームコンフォート2で、ホワイトとレッドのカラーで構成されてる、モデルになるんですけど、面白いのがやっぱりこのレッドの部分がベルベット素材なんですよね、うん、ホワイトのレザーの部分っていうのはこれタンブルレザーになってまして、以前かかとの部分にエニーフェアっていう風な刺繍が入っているとかさせてもらってたんですけど、うん、もう片方に違う言葉で刺繍が入ってるんですよね、はい、エニータイムっていう風に書いてるんですけど、うん、エニータイムといえばね、ちょっとあの自分そっちの方にちょっと引き越しようかなってちょっと考えたりする時期とかあったんですけど、あ、そうなんですか。あ、エニタイム。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。はい。まあ、話はこっちのスニーカーの話に戻してですね。ホワイトとレッドのカラーで、バレンタインズデーっていう名前ついてるんで、まあ、来年の2月号じゃないかなって言われてるんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけども、ジョーダンレガシー312のバレンタインズデーですね。そうなんですよ、はい。はい。これもバレンタインズデーっていう通称の名前がついてまして、はい、312の新作になるんですけど、ジョーダンレガシー312っていうのは、エアジョーダン1であったりとか、エアジョーダン3であったりとか、エアアルファフォース2の要素を落とし込んでる作りになってるんですよね。そうなんですよね。はい、一応この312っていうのは、シカゴの市外局番ではあるんですよね、これね。あ、そういうことなんですね。そうなんですよ。はい、これもバレンタインズデーっていう名前がついているんで、まあ2月に発売されるんじゃないかって言われてるんですけど、うん、はい、ちょっとね、ナイキダンクローであったりとか、それ以外のモデルでも結構バレンタインズデーっていう通称の名前についてるモデルが出てきてるんですよね。はい。まあ、ね、来年のバレンタインデーにはたくさんいろいろ出てくるかなって感じですよね。はい。はい。通称の名前でバレンタインズデーフラワーっていう名前が入ってるんですけど、うん、ちょっとね、ヒールの部分見てもらうと、本当にフローラルプリントじゃないですけど、はい、まあ、おそらくこの花のことを表してると思うんですけど、そういったデザインになってるんですよ、ね。あ、そういうことなんですか。はい。ちょっとカラフルな感じになってると思うんですけど、うん、はい。まあ、こちらの方が一応、ウィメンズデー発売ということなんで、来年の2月号じゃないかって言われている、まあ、新作になるんですけど。そうですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、エアジョーダン3のホワイトセメントリイマジンドなんですよね。そうなんですよ。はい。たくさんね、持ってらっしゃる方の写真の投稿が出てきまして。これ、3月の11日発売予定なんですね。そうなんですよね。はい。はい、このね、実物の投稿が出た時に、ヒアレスに LINE ですぐ送ったんですけど、うん、やっぱり目を引くのはこのボックスのこの痛みですよね。これもね、はい。野生で削ったようなデザイン、ね。そうなんですよね。はい。エアジョーダン1 5OG のロスト&ファウンドのシカゴのボックスのように、擦り傷がめっちゃ入ってるんですよね。そうなんですよね。はい。このエアジョーダン3のホワイトセメントのリイマジンドなんですけど、来年っていうのはエアジョーダン3が35周年記念ということで、まあいろんなモデルが出るんじゃないかって言われてる中、うん、1988年の OG のこのエアジョーダン3のホワイトセメントがリイマジンドシリーズで復刻するということで出てきてるんですよね。まあ前にね、発売されたシカゴの方も、もともとはリー・イマジンドっていう名前が出てましたからね。はい。で、リー・イマジンドシリーズということなんで、まあ、OG のホワイトセメントを彷彿させるデザインになってるんですけど、これ、ヴィンテージ加工されてるんですよね。そうですね。はい。かかとの部分のナイキエアであったりとか、サイドソールの部分が若干ちょっと黄ばんでると言いますか、うん、はい。有造加工されてるようなものになってるんですけど。なんか皮もね、なんかシワが深いような気がしますよね。そうなんです。あと面白かったのが、これ付属している小冊子ありますよね。はい。それも、なんか時間が経ったかのような、ちょっと有造加工されてる。ああ、確かにね。ちょっと擦り切れてるんですよね。はいはい。はい。で、先ほど言ったんですけど、ボックスのも擦り切れてまして、まあ、いろんな角度が撮ってるね、投稿があったんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、それとは別で、めっちゃ持ってらっしゃる方がいまして、ちょっとこの投稿を見てもらいたいんですけど。何で持ってるんですかね。かなりいっぱい並んでますよね。そうです、ね。このエアジョーダン3のワイドセレントのイーマジンのが映ってると思うんですけど。うん、はい。これちょっと楽しみですね、これね。そうです、ね。はい。僕、来年の3月11日にこれ欲しいなと思っているんで、まあ、ぜひともちょっと日本での発売が来たらですね、オンラインチャレンジしたいなと思ってるんですけども。まあ、はい、この間発売されたエアジョーダン1のシカゴについては、はい、ボックスのね、上蓋が、
まあ実は、あの別のものが使われてたりしてたんですけども、今回そのあたりはいじってない、ね。いじってないですよね。はい。これ、あの海外のスニーカー系サイトに書いてたんですけど、うん、88年に発売されたエアジョーダン3のオーチンの箱そのままって言ってたんで、うん、なるほど、忠実に再現してるんですけど、まあ時間が経ったような感じと言いますか、まあダメージ加工を与えてるっていうね、あのこれは書いてあったんですけど。あれはついてないですかね、あの、レシートみたいなやつね。あ、それは今のところ映ってないですね、これね。ああ、そうなんですね。はい。またそのあたりも続報で出てきましたら、こちらで紹介できたらなと思います。はい。続いてなんですけども、これですね、エアージョーダン1ハイオージーのスパイダーマン。そうなんですよ。アクロス・ザ・スパイダーバースですね。そうなんです。靴の投稿が出てきまして、うん、はい。以前にモック画像でやった時は、あの、ブレッドベースのものを紹介したと思うんですけど。そうなんですよね。はい。うん、ブレッドカラーじゃなくて、これシカゴのカラーで着てるんですよね。これシカゴのカラーって言っていいんですかね。わかんないですけど。はい。はい。まあ、ちなみにこのエアジョーダン1ハイオージーの、アクロス・ザ・スパイダーバースっていうのは、うん、6月2日、来年の6月2日に、公開される、マーベルからの新作映画で、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースって言われる、まあ、映画の主人公が、おそらく履いてるんじゃないかっていう、映画に合わせてじゃないですけど、まだ新たな新作としてエアジョーダン1ハイオージーが発売されるっていう情報があったんですけど、それはこれなんですよね。うん、はい。まあ、前回、スパイダーバースの、主人公が履いていたモデルっていうのが、まあ、そのまま、そっくり発売されてるんですけど、うん、はい。おそらく続編の映画の方でも、これを履いてると思うんですよ。あ、そういうことなんですね。はい。で、これなんですけど、あの模様であったりとか、うん、いろんなね、デザインのものが、アイレットのあたりとかに入ってると思うんですけど、うん、これはマルチバースを表してるんじゃないかっていう感じなんですよね。別のユニバースに移動するときの感じをこのデザインに落とし込んでるんじゃないかっていう感じなんですけど。なるほど。落とし込まなくてもよかったのかなっていうのも。そうなんですけど、ね。あとね、結構気になる点がいくつかあるんですけど、はい、まずね、これ、スウッシュのブラックと、履き口の部分のこのブラックのレザー見てもらいたいんですけど、はい、これエナメルなんですよね、これ。あ、マジですか？そうなんですよ。はい、あーはー。で、アウトソール見てもらいたいんですけど、アウトソールもこれよく見ると、クリアソールでレッドなんですよね、これね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。あと、まあ、面白いのは、アッパーのあたりとかのレッドのレザーの部分っていうのは、うん、スムースレザーなんですけど、ところどころ切り返しがあるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。ちょっと起毛させてるような、スエードにも見えるんですけど、うん、はい。ところどころ、レッドのスムースレザーが途中から切り替わって、別のレザーの生地に変わってるんですよ、ね。これ、あれですね、あの、黒く汚れてる、黒ずんでるとこですよね、はい。そうなんですよね。はい。あの、別世界のことを表してるんじゃないかってちょっと思ったりするんですけど、ね。なんか、ところどころ微妙な感じに仕上がってるそうなんです、ね。線でもないですけど、ね、まあ。正面から見た写真がすごくかっこいいなと思ったんですけど、今回投稿してらっしゃる方がいろんな角度が撮ってる写真見せてくれてるんですけど、うん、これちょっとなってなったんですよね。はい、ちょっと遊びを聞かせすぎたような気がしますね。はい、ただね、ちゃんとシューレースを通して、うん、履いてる投稿であったりとかを見たら、またね、発売前には気持ちが変わってるような気がするんですけど。まあ、星になったりはするんですけどね。そうなんですよね。はい。あと、ちなみにちょっと話があるんですけど、うん、このスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースに関して、うん、来年6月2日にね、公開予定になってるんですけど、うん、ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、今月の12月の13日に、約1年ぶりぐらいですかね、はい。この来年公開予定のクロス・ザ・スパイダーバースの、予告編がね、公開されるんですよね。ああ、そうなんですね。はい。まだ公開されてなくて、今月の12月の13日にツイッターの方でこういった情報が出てきたんで、うん、まあ、これもちょっと楽しみだと思っているんですけど。あ、そうですね。そうなんですよ。ね、はい。これね、5月の20日に発売予定って言ってるところがあったんですけど、うん、僕がよく見ている海外のリーグアカウントサイトが、これ6月の2日じゃないかって言ってたんですよ。ああ、公開に合わせてくるってことじゃないかっていうふうに言ってたんで、またそれでもね、追加で情報が出次第ですね、こちらでご紹介したいなと思うんですけども。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1ハイオージーのエレファントプリントですね。こちらの方が、はい、来年の2月の25日発売予定と。そうなんですよね。ね、はい。まあ、以前からアメリカのセレクトショップで、リセールショップでもある、プライベートセレクションの方が、めちゃくちゃわかりやすい製品ショットということで、このエアジョーダン1ハイオージーのエレファントプリントを紹介してたんでご紹介させてもらったんですけど、うん、それ以外に僕がよく見ている、海外のリーカーで先にもらってらっしゃる方いるじゃないですか。はい。ジョーダンブランドから新作のもの。うん、で、その方が、こういったふうにスニーカータイガーっていう方なんですけど、このエアジョーダンハイオージーのエレファントプリントの方をあのインスタグラムに投稿してたんでちょっと見てもらいたいんですけど、これかっこいいっすね、これね。これ方の写真の撮り方はすげえ上手いんですけど、うん、
はい、ブラックのシューレースを通してまして、ちなみにこのエアジョーダン1ハイオージーのエレファントプリントっていうのは先ほど名前も出てきたんですけど、エアジョーダン3とホワイトセメントを落とし込んでるようなエアジョーダン1ハイオージーなんですよね。サイドソールの部分が若干ちょっとヴィンテージ加工されてるかなっていう風な感じも見えるんですけど、これいいっすねこれね。これねかっこいいんですけども、はい、やっぱり数どうなんでしょうね、多いのかな少ないのかな、ちょっとね最近ねあのエアジョーダン1ハイオージーね、あの余ってることも多いので、まあ、あのスムーズに変えたらいいんですけどもね。そうなんですよね、はい、ちなみに僕はこれ狙ってるんで、日本の発売上は出次第ですね、うん、同じチャレンジしたいなと思ってるんですけど。そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、はい、ニューバランスの990の V3 ですか。あ、そうなんですね。こちらの方が今月中に発売されるんじゃないかということで、海外のスニーカー系サイトであるスニーカーニュースが紹介してたんですけど、うん、ニューバランスの990の V3 で、まあ、オリーブのようなカラーが使われている新作にあるんですけど、はい、ちなみにこれに関してはテディ・サンディスが手掛ける、まあ、新作のニューバランスの990になるんですけど、葉っぱの部分とかに使われているオリーブのカラーっていうのはこれ、スウェードの素材が使われてるんですよ、はい、ブルーボックスのあたり見てもらいたいんですけど、これメッシュのカラーで深みのあるグリーンのカラーになってるんですよ、うんうん、はい、でそれ以外にちょっと面白いなと思ったのがソックスライダーの部分のまだちょっとグリーン見てもらいたいんですけど、トゥーボックスの部分のメッシュのグリーンのカラーとちょっと違ってて、ティールグリーンのようなグリーンのカラーが使われてるんですけど、はい、このねオリーブのカラーと濃いグリーンのカラーと薄いグリーンのカラーの使い方が絶妙にかっこいいなと思ってちょっとご用意させてもらいたいんですけど、バ、うんうん、ランスの N のロゴがいうのが小豆のカラーになってるんですけど、はい、そのねこのオリーブの上にこの小豆のカラーの N のロゴを持ってくるのも配色かっこいいなと思ったんですよ、ね、そうですね、はい、ああちなみにねテディ・サンディスが手掛けているニューバランスの990の V3 っていうのは特を持ってないんですよ、うんうん、はい、でちょっといいなと思うんですけど、これだって軍パンであったりとかブラックサインめっちゃ合いそうじゃない感じじゃないですか。合いそうですよね、はい、これからのまあ重量といいますか寒くなるんで冬に使っていただけそうなカラーかなってちょっと思うんですけど、そうです、ね、はい、ただニューバランスのね990シリーズっていうのは定価がもともと高いんで、うん、そうです、まあこれもちょっと考えようかなと思ってるんですけど、これも3万ぐらいいっちゃうんですかね。あ、余裕でいくと思います。そうですかね。そうなんですよね、はい、続いてなんですけども、ハクとナイキ SB ダンクローの、ニューヨークと、サンフランシスコなんですけども。そうなんですよね。はい。はい、こちらの方が、まあ、昨日の方もさせてもらってたんですけど、うん、スニーカーズの方に12月の12日発売予定で来てるというのはさせてもらってたんですね、うん、はい。はい。で、発売の方法が、これ、いわゆるランダムなカラーの選択での発売になるのか、そうじゃなくて自分でちゃんとカラーを選んで変えるのかちょっと分かんないなっていう話をしてたんですよね。そうですね、はい、でナイキの方にちょっと、問い合わせてみますっていうようなことを昨日言ってたと思うんですけど、はい、で問い合わせようかなと思ってスニーカーの方を見るとこれ12月の12日から消えてたんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、ちょっとね動画に収めてるんで見てもらいたいんですけど、12月の10日発売予定のエアジョーダン11のチェリーをこうスクロールしていくと、うん、次12月の14日まで飛んでるんですよね。ああ、ほんまですね。そうなんですよ。はい、12月の12日に入ってたハクとナイキスピードアンクローのコラボの2つがなくなってたんですよ。うん、消えてたんですね。はい、でそれも含めてどうなってんのかなと思って、うん、ナイキの方に問い合わせたんですけど、はいはい、ちょっとね見てもらいたいんですけど、あの7番目ってなったんですよね、順番待ちが。はい、結構待たされます、ね。で結構待たされて、ちょっと今日平日で、うん、そのずっとねこれを待ってるわけにはいかなかったんで。はいはい、結局、来なかったんですよね。はい。6時以降にですね、ちょっと問い合わせたんですけど、受付時間が6時までなんですよね、これ、ね。はい。で、結局無理やったんですよね。これ、順番待ち7番目だったんですね。はい。ひょっとしたら前の6人も同じことを聞いてるかもしれないですけどね。はい、7番目から6番目に切り替わるまで結構時間があったんで、うん、もうちょっとこれ無理だなっていうことで、結局最後に待たなかったんです。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。これ気になりますね。先ほど見たんですけど、まだなかったですね。うん、ああ、そうなんですね。そうなんですよ、ね。これ実際ね、はい、どっちなのかっていうのをちょっと確認したいところですけどもね、はい、あの文面通り取るならば、はい、まあ、ブラインド。バックって書いてますよね。って書いてますよね。はい、なんで、まあ、中身わかんない状態で何番っていうイメージだとは思うんですけども、はいけどはいね、ただでもね選べる項目が2つあったんでね、まああのページ2つ別々でできてますからね、そうなんですよね、どっちなんやろ、はい、まあ、その辺含めてちゃんと聞きたかったんですけど、まあまだ12日までね1週間あって、はい、ああそうなんですよ。まあまだね、まだあの発売まで1週間あるんで、まあそれまでね問い合わせてみてもねいいかなと思うんですけど、はい、はあ、あの次しれっとスニーカーズの、ね、発売状が出てきたときは、うん、ちゃんとなんか正確にどういった発売のされ方がするとかって書いてたのもありますよね。ああ、説明がね、詳しくなってたらね。ちゃんと、はい、こんな短い文章じゃなくて、うん、ちゃんとこういった形で売られるっていうようなことが、
追加されてるんじゃないかなと思うんですけどね。わかりました。なんかいつものキエでまた、チラ見せしてまた復活するパターンのやつかもしれないですけど。知らないですよね。はい。と、僕らがやっぱあと気になってる、アママニュエルとエアジョーダン4の発売とかも、しれっとスニーカーに来てほしいですよね。あ、そうですね。そうなんですよね。なかなかまだ情報出てこないですけどね。そうなんですよ。日本国内はね。はい。で、それプラスなんですけど、日本のスケートボードショップである FTC さんの方からメールが来てまして、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、このスニーカーズの方では12月の12日発売予定になってた、ハフとナイキスミダンクロのコラボのニューヨークとサンフランシスコの抽選の上でいけるんですよ、うん。はい、これ明日の12月6日の朝9時から12時までの間の3時間だけの抽選受付なんですよね。この3時間のパターンね、よく忘れるんでやめてほしいんですけどね。そうなんですよ。仕事の電話とかね、かかってきたりとかすると、その忘れたりすることですよね。そうなんですよ。はい。で、これ12月の10日に、まあ、当選の結果が分かって、順次発送っていうふうに書いてるんで、一応面白くはなと思ってるんですけどね。うん、はい。まあ、ここにはね、はっきり言ったね、中身の見えないと、そうなんですよ。はい。袋で梱包されており、お客様自身でカラーを選択することができませんって書いてるんで、そうなんですよ。まあ、箱の中身は何ですかみたいな、ね。まあ、ミステリーバッグ方式ですよね、これね。まあ、ね、何が届くか分かんない感じですよね。はい、まあ、数がね、少ないと言われているニューヨークの方でしたっけ？そうなんですよ。はい。こっちの方が届いたらかなりラッキーなかなって気もしますけどね。はい、ただ、僕ら的にはサンフランシスコのガラの方が若干いいなと思ってるんですよね。あ、そうなんですよ。そうなんですよね。はい。まあ、これに関してなんですけど、まあ、US のスニーカーズの方でサンフランシスコに関しては、だいたい5万足が売られて、ニューヨークのガラに関しては5500足やったんですよね。うん、で、EU のスニーカーズの方ではサンフランシスコは4000足で、ニューヨークの方が2000足やったんですよね。そうなんですよね。なんで、まあ、ニューヨークのカラーの方が、まあ、少ないかなっていう感じなんですよね、これね。まあ、レアな感じはしますよね。はい。スニーカーズの発売の情報であったりとか、また発売出てくると思うんで、うん、またそのあたりね、またこちらの動画の方でやらせてもらいたいなと思ってるんですけど。はい。さっき、カイトネスさんに教えてもらったんですけども、僕ら実は地元神戸なんですけども。あ、そうなんですよ。神戸に実はナイキのショップできるんですか？そうなの。実はね、これね、僕忘れてたんですけど、うん、10月に神戸ジャーナルっていうね、サイトがあるんですよ。あ、ありますね。神戸の情報をね、載っけてくれてる、神戸ジャーナルっていうサイトがありまして、うん、もう2ヶ月ぐらい前から、実はそれ知ってたんですよ。はいはい、言うの忘れてたんですけど、ちょっとこれ見てもらうんですけど、ナイキ神戸ができるんですよ、元町に。はい、はい。そうなんですよ。これ12月の15日にできるんですけど、最初神戸ジャーナルでこの情報が出てきた時は、12月にオープン予定っていう感じなんですけど、うん、場所がね、ライバルの北側にマイケルコースありましたよね。ユニクロの斜め前のところなんですけど、はいはい、あそこらしいんですよね。あ、そうなんですか、ね。で、僕その情報を知った時にうわってなったんですけど、うん、マイケルコースの前って僕待ち合わせよく使うんですよ。あ、そうなんですか。ここにナイキできるんかと思いまして。じゃあサングラスの男見かけたら解除ですね。サングラスはしないですけど、基本的にマイケルコースの前のところで知り合いと待ち合わせ飲み行くことが多いんで。ああ、そうなんです、ね。そうなんです。なんで、あ、ナイキできるんかってなったんで、ちょっとね、うん、待ち合わせの場所これから変えようかなって思ってるんですけど。まあ、あの辺うろうろしてたら、カイノデさんと会うことあるかもしれないですね。かもしれないですよね。本当あの辺でも、まあ、よくいますからね。ああ、なんだかんだっつってね。ちなみにあれですよね、アトモスさんも神戸にできるみたいな話ありませんでした？あったんですけど、それは情報あれが出てきないですね。あれもしかしたらガセかもしれないですね。あ、いや、わかんないですけど。はい。まあ、そのあたりもね、できたら僕らうろうろしてるかもしれないですけど、ね。そうなんですよ。フェアレス、ここの場合よくね、右に曲がりますよね、車でね。ああ、そうです、ね。そうなんですよね。なんでよくね、この辺通るんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。まあ、スニーカーズの方からね、はい、ナイキ SB ダンクローの、ハクトのコラボ消えちゃったんですけども、はい、またちょっと出てきましたらね、はい、また問い合わせの結果も合わせて、はい、紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヘアレスでした。はい、ノレでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's can't listen, but finish what I